さあ始まりました。滋賀県がリードしてましたけど、バタヤンの方は飛び込みから取り返しましたね。まずはバタヤンが1ラウンド取りました。さあ、滋賀県は飛び籠に追い込んでます。バタヤンがサマーで切って、まずはバタヤンが一勝。滋賀県が1ラウンド取り返しました。今回はニコ生で一応実況音声なしの今動画を配信してますので、自分のツイッターにリツイートしてますので、よかったら皆さんツイッターやってる方リツイートしてください。お願いします。一応考えてるのは、動画は後日届けてもらった方にコメントしてもらったような動画を作って配信できればと、アップできればと考えてますので、お願いします。さあ、試合の方は滋賀県とバタヤン1ラウンドずつ取ったところで、これは滋賀県が掴んでこのまま決めたいところ。さあ、バタヤンが掴み返して、バタヤンが冷静に対処。おっと、投げた。さあ、飛びかご滋賀県は一度っと飛び込んだところを冷静にアッパーで返して、バタヤンが2勝。タイマンは連敗した時の、負けてる方の身長が、ここで折れないことが大事なんで、滋賀県にはぜひ折れずに自分のスタイルをまず崩さず打ってほしい。さあ、飛び籠でしっかりはめて、ただバタヤンもなかなか近づかしてはくれない。バタヤンが、おっと、バタヤン様が決まった。さあ、ここは滋賀県が連続技決めて1ラウンド取りました。このまま取りたいところ。うん、どうですか、こんなこの日だれな。クロー音声はこれニコ生で入ってるんですかね。
聞こえてる人はコメントしてください。いや自分実況とか全然できないんでものすごい緊張してるんですけど、このコメントでね、コメントでこう、はい、いじってく、うわマジですか、マジですか、これね、コメントどんどん書いてくれたらね、なんかこうクスメンドのこの裏の顔からプライベートも全部答えますよ、僕は。申し訳ございません、もう私はおとっちょんと言います、よろしくお願いします。ありがとうございます。これ2人の声入ってます、初めての試みなんでコメントでフォローお願いします。皆さんお願いします。いや変な汗かいてきた。いやもうね、自己のままいいところでコメントでねいじり回してこうね盛り上げてくれることなんで、皆さんこう対戦見ながらいろんなことを聞いていただけたらね楽しいと思います。ちょっとまあ風直りかけのちょっと声がね下がれてるところもあるんですけど、試合の方はバタヤンが2本先取した後、滋賀県が1勝取りました。結構熱いですね、2勝1敗がいるの。はい、まあ、連敗しゃべってるのはクスモンドですよ皆さん。みんなのアイドルクスモンド、全然アイドルじゃないです、まあ、いじられ役のあのクスモンドです。滋賀県もね、なんかこう、はい、すごい今やる気勢でね、そうですね、毎週こう、エンパーにね、はい、2、3日来てくれてるんですけど、金曜日ぐらいから、その人がすごい強くなってますよね、はい、関東の方はピンとこないかもしれないですけど、滋賀県と大阪って結構距離あるんですね、あの京都を越えてこないといけないんで。ただそれを毎週のように来てくれてるっていうのはすごいことなんで、滋賀県からね、はい、毎週大阪まで来てくれる、はい、しかもまあね、滋賀県で近いように見えますけど、はい、相当ね、こう道をかき分けてきてると思うんで、そうですね、この季節だと、やっぱこの気合がやっぱりね、強さに直結してると思うんですよね、はい、もうこの季節、滋賀県はレンタル県になりますので、レンタル県になりますからね、はい、冬は大変なんですよ、皆さん。さあこれが滋賀県がもし3ラウンドから2勝2敗と超熱くなる。そうですね、ここはしっかり取っておきたいところだし、バタヤンはなんとか守りたい。おっと、押した、すげえ。さあ勝利を呼んで投げ、天の勝利の体に 10% ってすごいですね。はい、もう完全に読み切ってましたね。さあバタヤンが3勝1敗、はい、まあ、今回この対マンイベントを行った、まあ、理由としては、関西の昔からの風習として、まあ、対マンっていうのがあったんですけど、まあやっぱり大戦をしたりっていうのはあまり良くないということもありまして、特に活気のある風船ではなかなかちょっと行いにくいのが現状だったんですね。でそれでそのためにやっぱりちょっとプレイヤーのその本当の力っていうのがちょっと弱ってきたかなっていうふうに僕自身は感じてたので、あるいは今の若いプレイヤーが対マンを知らないまま育ってきてるっていうのが実際ありますので、ぜひここで、まあ、その対マンっていう面白さをみんなに知ってもらいたいなと思って始めました。まあね、このエンパラも今ね皆さん分からないと思いますけど、6台対戦台が並んでるんですよね、はい、だから6台並んでるのでこう1時間かそこらぐらいはちょっと1台を、はい、ちょっと対マン用に提供していただこうかということで、そうですね、始めたというね、はい、あすいません、マイクちょっとね今日調子悪いっていうことだったんですけど、あえてちょっとあの試験的に実施っていうこともあって行ってます。ちょっと音声聞き取りにくい分すみません。決して我々の滑舌が悪いというわけではないんですよね。いえいえ、まあでもマイクどんな感じかっていうのもまたあのこうやって書いていただけると、あの今後非常に助かりますので。そうですね、どんどんなんかこうお願いします、コメントをしていただけると分かりやすいよね、はい、喋ってる方は分からないですね。そうですね、バトヤンが4勝目を上げて4勝1敗、ちょっとペース的なライブのペースになってる感じやけどね、はい、天がね、でもこっから押し込むには相当大変なんですよ。そうですね、こんなこう一般安定感を持ってね、ソリッドモードを安定モードに入ると天が押しにつけるのはちょっとね、能力、はい、キャラ能力的に相当辛いんですよ。でも滋賀県はそれを引き出すだけの先パワーがね備えてきてるんで、そうですね、壁にはしっかり追い詰めてはいるので、ここからどういう風に進めていくかっていうところが一番ありますが、あー、見たね、パフォーマンスがね、相当冷静なんですよね。そうですね、
今回2人とも、もう1日2日前にお願いしてやってもらってるので、お互いのその調整とかそういったところ、人対策のイメトレとかはなかなか時間がなかったので、まあ純粋に2人の対ガイル対ケンという形でやってもらってると思います。これからはね、なんかこのなんかキャットプレイだけじゃなくてね、はい、そのやる気のある人らがね、そうどんどんこうやっていく、はい、ということなんで、はい、もしもこうエンパイでちょっとタイマーインで出てみたいなってあったらね、はい、ツイッターなりこうエンパイ来て僕らも言ってくれるなりしたらこう大歓迎ですよね。そうですね、本当に、はい、できれば、まあ1回で2組ぐらいは行いたいなと思ってますので、まあ実作ですけどそんな時間もかかりませんしね。そうですね、はい、まあ試験的な意味でどれぐらい時間かかるかって見てますけど、まあ40分で終わるんじゃないかなとは考えてます。まあ6台中1台はね、はい、そういう風に2時間ぐらいちょっと使わせていただいて、はい、あとの5台は今フル活用で皆さん対戦ね、まあ、してもタイマーそっちのけどね。そうですよ、いや見てるの僕ら実況してるもんって1尾ぐらいの感じなんですけど、はい、さあガイルがこうなるときついきつい、ダブル様を突かしていけば、あーっとちょっと離れた。いやー、そこの次はね、なかなかあの距離ではもう全ての必殺技がやっぱりね、こうガイルにとっては相当ね、アピリックみたいなものがありますからね、剣は。はい、だからでもガイルもね、強い剣をしのぐのは相当実力がいりますからね。はい、さあ、滋賀剣と同じ剣使いのハル君がちょっと今耳打ちしてました、まあね、大阪は剣がすごい今増えてきてるんで、はい、名古屋市だってね、松剣もそうですけど大阪は剣使いがすごい強いですよね。そうですね、それぞれ自分の信念のスタイルがいろいろあるんで、兄剣も含めて全員がスタイル違うんですよ。はい、この剣誰やっていうのが結構すぐ分かりますね。すぐ分かりますね。さあ滋賀剣はなんとか落ち着いてほしい。いつも実況する軍事は、まあ、その横で脳内と疎通をしている。さあ、バタヤ様が決まる。さあ、バタヤ様がきつい。ダメージはそこまでないよ、そこまで。これですよ。このね、リフトアッパー打ちをしっかりやればガイルはね、そうですね、ガイル相当剣にはもう勝つんですけど、はい、ミスるとワンチャンで死ぬっていうのが怖さの、はい、の怖さみたいなところがあって面白い組み合わせですよね、これ。まあでもしなきゃ丸残りたいのでよく剣使いはあるの、実況的にしっかりできますからね、はい、しかしここで折れないのがバタヤン、もう逆に今度は相手追い込んでますね。ワイル体験の厳しいところでばっかり見てる感じがする。うわっと、しっかり相打ち、素晴らしい。しかもドラゴンスイープ、ドラゴンスイープ相打ち、ラウンド11でファイナルラウンド。さあ、もう競った試合展開では剣は落としたくないですね。まあこの試合は取りたいところ、ただお互いのプレッシャーはやはりそこに強くなるので、まあ、ミスらないように相手にどれだけプレッシャーかけているか。さあ、この球の打ち合いに耳穴が来そうになるんですよね、この剣対ガイルですから。さあ、しばらくほどしっかり。さあ、こうなるとワンチャンあるぞ。日和らない、しかもここで。さあ、もう一度立て直すか。おっと、そばっと上に勝利。おっと、そばっと上に勝利。あー、上に勝利。しかし、ここまでリードを取れば逃げ切るだけか。おっと、バトンキックをしっかりと打ち、素晴らしい滋賀県。いやー、あそこのプレッシャーでね、レッドとか入力が。そうだね、やっぱね、緊張感のあるところで絶対ミスが出るんですよ。そうですね、コマンドキャラですから。コマンドキャラで良かったですよ、私の。5勝2敗、5勝2敗、ここからがまだ分からないです。ここから仕掛けを盛り返すだけのパワーを持ってますからね、今。バターンのレジェンドとしてね、やっぱり負けれないんで。おっと、でも滋賀県もそう見てもかなり古いプレイヤーになりますからね。そうですね、滋賀県もね、レジェンドクラスのね、はい、歴史を持ってる方ですからね。でも県使いの中で一番
歴史があるでしょう。そうですね。さあしっかり捕まえて、あっと、もう投げ、しかも受け投げ、これはケッツマイだ、これはケッツマイだ、この笛投げだけはよくしましたね。でもバタヤン投げるってことは本当に投げましたね。バタヤン投げ。さあこのバタヤンワールドにはまらないように、全然ゴロが出ましたね今、バタヤンワールド。バタヤン本当試合の流れを返すのがすごい痛いですよね、こっちの流れを本当に。逆に自分の流れを持てるようにとことんの相手を翻弄してくるんで、さあきつきつ、おっと、あーっと3度目、ここでダブル様、これですよ計算してるバタヤンの。バタヤン様、分かってるんですけどガードしたんですよね。そうやっぱりピカッと光るとちょっと、はい、人間って怖まっちゃうんですかね。はい、滋賀県としてはなんとか裏をかいて逆に畳みかけたいとか自分の中で持ってみたいとかは、もうね、バタヤンもこう大会で行った勝負のなんか強さみたいなのが光ってましたけど、そうですね、対マンでもすげえ落ち着いてこれ、はい、やってますよねこれ。まあ、対マンの場合だと同じ組み合わせをずっと続くんで、同じ強さというのは結構何回か出てきますから、はい、はい、まあ、さっきはこのタグ取ったけど次はどのタグ取るのかっていうのが、そうそう、その裏はね、はい、また対マンの場合が面白いですよね。私の長瀬はこう対マンばっかりしてたイメージがあったんですけど、はい、ね、それよりちょっと伊佐でも多少ね、はい、あったりもしたんで、やっぱり、まあ、でもそういう意味でいい意味で勉強と復活させたいと思ってるんで、そうですね、はい、深く調和してね、はい、おっとしっかりとしっかり取りました。調和しておいてた滋賀県も心はまだ全然折れてない。だから第1回の対マンでやっぱり有権ガイルが出るとやっぱりね、はい、ステップ2の基本なんでやっぱり楽しいですね、やっぱり。まあ、次はね、もうキスも出たい長田正月ですか。もうね、ウラスト2という感じで、もういきなり視聴者が一気に出るじゃないですか、そんな。あー、バンドリがこれ、そこのタイミングがね、画面が難しいんですよ、はい、本当にね、これ完璧な人なかなかいないですよ。そうですね、画面欲しいってなんかさらに難しくなるみたいな、どうかでもそうですね。これ剣の場合はね、体もちょっときついんで、その一回にするとすごい致命傷なんですよ。そうですね、おっと、昇太に変えてきた、おっと、素晴らしい、おっと、さあ、ここのこのリードも、守る気は持てないぞ、滋賀県。おぉ、そんなに、なんだこれは、本当に、このプレッシャーやばい、赤い水星、うわー、さあ、いけるかな、何に行くか、しかし、うわさあ、この様のバトルが出てる、いや、この思いっきりの人もバトルですよ。あれだけ勝利だったら負けることもありますからね、はい、さあ5勝3敗、さあ競ってきた競ってきた、さあだんだんこう滋賀県もだんだんこうバターのパターンをいっぱい、そうですね、これがちょうど対マンの見どころですよね。面白いですね、インプットして、はい、次にどう生かしてくるかみたいな、はい、まあ、実戦では多少短いところもあるんで、はい、その一気に押されるってこともありますよね、はい、まあ今6勝3敗滋賀県が、おっと、そうし、入りましたね、はいはいはい、さあ気合入ってきたぞ、さあ石森木が砕かれる、さあ中足下がって、中足にしっかり中足を置いとく、両手の基本がしっかり取ってる、さあしっかりと大パンチが落ちる、はい、おお足がない、心負けてない、あれはね猫騙し的なもんですね、そうですね、おお、アントニオは6勝4敗、バタヤンも6勝4敗ですね。こうなってくると負けてるにしても連敗してるっていうところで、最初にはなんかバタヤンがずっと押してて、また流れが変わったのがすごい、はい、そうですね、面白いですね、なんかこれは一見流れが変わったような形になってるところで、バタヤンどうしようか、滋賀県としてはまだ2勝負けてるのでしっかり押していくだところね、2勝差ってなかなか遠いんですけど、はい、
まあ、それを覆すのがまたなんかそうですね、身につきますよね。なんか連勝してる分とっては今滋賀県2勝負けてるんだけど、気持ち的には気持ち的にはね、楽しいと思うんですよね、バスケ2が。失敗したショートコンボ、おお大勝利、思い切り素晴らしい、おっと滋賀さんだ、あーまずは滋賀さん、なんか当たりそうだったんですけど当たらなかったですね。基本三段とかかっこいいですね。あ、なんか今からねストッツを始めようとしている人は今の基本三段を覚えておいてください。あれさえできればね、もう対戦 OK なゲームですからね。まあ目押しつなぎなんですね。目押しつなぎ、はい、おっと裏剣刺さって、さあガイルは端っこでしのいでなんぼのキャラなんで、はい、さあどうこっから持っていくか。ちょっと痛いか、おっ、おっと、中足、おっ、おっと、思いっきりいい掴みの、思いっきりいい掴みの、ダブル様、ダブル様、思いっきり良さが勝ち合ったら無敵の差で負けちゃったって感じですね、1-1、はい、で、おっと、開幕立つ感じがアッパーで冷静に落とす。ここで自分の流れをすぐ取り返し行こうとするのがバタヤンの良さですね。スマホからスマホから入れて竜巻から投げる、ナップルと今のサマーのところだったんですけど、はい、うまく噛み合った滋賀県、多分ソニックの竜巻だったと思うんですけど、そうですね。さあとうとう6勝5敗まで来た、あと1勝さあこの流れだとちょっと開幕嫌な感じなんですよね。追い上げられてる方は、おっと滋賀県コールのコメントありました。これは皆さんありがとうございます。これは滋賀県のパワーになりますよ。オラに力を分けてくれと滋賀県も言っている。さあバタヤンのここは自分の流れ、もう休憩は全く関係ないですね。まあまあ誰しもなんで、さあ今度はバタンが相当リードしてるが、おっとあれ、さあこれは安全に安全に大キック、さあ間違う日にはもう間違う、バタンのさ、バタン様が刺さって、おっと本気、さあこうなるときつい、飛び込みだけは、あっとそうなんですよ、これ飛び込みだけケアしときゃいいってタイミングですね今。はい、さすがレジェンドバタヤン、そこだけはしっかり見てる。リンタッカーはね、潰されることも稀にあるんで、ああなるほど、だからしっかりと上だけ見てたって感じですね。はい、おっとバタヤン今度は積極的に攻めてる。さあこのリードはきついぞ、剣にとっては、あっと飛ぶ、さあこっさあ、今度はバタヤンのアグレッシブな動き、大都市は投げられなければ OK、 ソニックと肌の打ち合いは剣も嫌だ、これこうやって戦うぞ、うまく誘った感じですね今の、あーっと素晴らしい対空ソニック、対空ソニック素晴らしい。さあこれで7勝5敗、さあなんとかこう勢いを止めましたね今ね。はい、滋賀県はこの止まった流れをなんとか取り返したい。いやなんかこうやっぱりあんまり怠慢がないもんですから、こうちょっとドキドキしますね。そうですね、こういう怠慢イベントとか見るとちょっと昔の長瀬を思い出して連続で見てるとね、やっぱりお互いよく使う、なんか俺のゲームが昔を思い出した感じで、ちょっと私もちょっと興奮してきましたけど、さあ素晴らしい、何回このサマー今日見た。いやでもあれ打たせる意味ないですよね、ゲームは、はい、あそこ待ってる場合じゃないですよゲームは。さあしかしリードしてみない仕掛けん、さあなんと対空歩道したかった、うまく対空ずっと待てん、さあもう近くまで置いてタイムはなんとか仕掛けワンチャンかけたい、おっとワンチャンかけた、しかしダブルサバーでタイムオーバー、無情、これはしっかり時間を計算してた、そうですね、時間の使い方がもう完璧でしたね。かつて計算しつくそうだね、マシンの外部と言われたパターンですけど、はい、
さあ、画面端に追い込んで、おっと、反対側逃げた。さあ、そこ空中に勝った三河子は、浮き様で切られたので、今度は滋賀県が画面端の形。さあ、ここから。さあ、タイムとほぼ出るだな。若干ツーピーだと背で落ちるか。うまくしのいでる。あー飛んでしまった。おっと飛んでしまった。この時間帯は強いがない。しかしあーっと勝利のミスだ今のも。さあダブルしっかりダブルサマーで当たりもらうんだ。さあモルシーバタヤンが冷静にスパコを持ったままね、対抗馬にならないぞというバタヤンの意思を感じますね。はい、バタヤン8勝滋賀県5勝。さあバタヤンあと2つ。ああ2つ。ただこれを意識しすぎては滋賀県動けないので、とにかく自分の動きをしっかり、いや、リードしてるバタヤンもあとで勝負になったら、はい、結構肩に力も入る。そうですね。そこはなんかつけてみるところでもあるんです。はい、さあおっと出なかった。珍しい。滋賀県の体力制度は正直ね、大阪でもトップクラスなんですが、はい、さあ、さあ、あだん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 ギャラに集まってきたぞ。さあ滋賀県意識しすぎるここは。おっと受け身は取ったが、さあバタヤンがすっごい相手の立ち回り。これそうですね、飛び込みに来るでしょ。今もしっかり投げたし、滋賀県は上も張ってるんですけど、バタヤンはそれに引っかからない。さあ時間がまたなくなってくる。県大があるか。大波動のミスター、全然あ、大波動の当てだけ。おお、素晴らしい。大波動ガードした後だけしっかりソニックでね、確かに時間を稼ぐという。これは本当にベジュアマリなければもう、はい、さあ、しかもここから自分の勝ちパターンにどう持っていくか。なんとかこう、2本目取ってね、追い詰めたいですね。これもでも、いい思いを取り出したいんですよね。そうと、ね、ウェルスイープ外観しばらくいいよ、しかしさあ、このぐらいはもう何だけあっと、並べてしまった。もう一歩踏み込むのが難しい。もう一歩踏み込むのが空気なんですよ。さあ、あと一撃遠距離も飛ばせない。息が詰まる、息が詰まる。これはおっとダブルサマー失敗したんだ。あーっと当たった。ダブルサマー、しかし今同時だったですね。惜しかった今のは。さあバテンリーチ。さあこのリーチかけられてからがね試されるんですよ、はい、このイベントって。さあ滋賀県ここなんとか踏ん張ってほしい。さあ視聴者の皆さんもちょっと滋賀県応援してあげてください。ちょっとおっと3段おっと3段ニューチの飛び込み。さあバタンここは余裕を持って戦ってる感じ。さあ体力半分リードしてのこれ打ち合いになるとバイが相当有利になっちゃうんですよね。これおいおいバタン応援するんだよ。滋賀県これ俺らだ。ケントシャ向こうライブの話をやった動きをしっかり抑えて。さあちょっと遠かったか先取りが。さあバッテンが優勢だったのかしかない。すごい冷静でしたね今。ビューパッパーで行くのかと思いきやガールですよ、はい、はい、滋賀県の枠手に取られた感じ。無茶するように見えてめっちゃ結構すごいですよね。はい、本当に中古の立ち回り本当にされると剣はつらい。おっと竜巻なんで大丈夫か。さあ中足が刺さる。きついきつい。さあこっから粘ってほしい。もうダメだと思ったら粘ってほしい。さあバタヤンの心の隙を突くんだ。おっ
と中出しです。わー、すごい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 。さあ、第1回目のねえ、タイマンバトル、はい、第0回です。0回、今日は一応今日は一応0回ですね。はい。